職に渡せ。説明してくださいよ。そこの前で撮っていただいてるんだけど、それはどういう理由で撮ってるの？失礼ですよ。あの撮影は何ですか？これ以上じゃないよ。なんと説明したほうが、私が今来てわかんないよ。あの撮影を説明してください。今初めて聞いてるんだよ。ちゃんと説明してくださいよ。あの撮影を説明してください。それでは説明お願いします。あなたの立場を説明してください。マイクで喋っても誰なんだ。お座りください。あなたの立場を説明してください。お座りください。これは言ってるのはやめてください。お前様何者だよ。何を今回皆様はですね、お座りください。お座りください。撮影はできません。おやめください。だからあの撮影は何でできるのって聞いてるんです。これも含めましてご説明がございますので、お座りください。確認しなさいよ。さっとみんなお座りください。アルコールは強く禁止させていただきます。了解できません。禁止行為を了解しない国民様には、議事の正常運営のため議長の議事整理権および秩序維持権をもちまして退場していただく場合があります。あらかじめご了承をお願いいたします。了解しない。議事運営につきまして、ご賛同いただける株主様の挙手をお願いします。質問。ありがとうございました。おかしいよ、それは。なんだ今の。ご発言をおやめください。ありがとうございました。議場に向けます。勝手に決めるな。議長の指示に従わず、審議を妨害する株主様にはご退場いただくことになります。ご了承お願いいたします。本日ご発言される株主様には、お時間がお分かりいただけますよう、タイマーをお用意させていただきます。何やってんだ。ご質問を整理いただいた上で、3分以内にお聞きになりたい順番に、また前の方と重複しないように簡潔にご発言お願い申し上げます。今株主の何人が賛成したんだよ。この総会で、退任する取り締まり役と監査役の退職慰労金を支払うという事案が出ております。先ほど件数のご説明をいただいたんですが、それぞれいくらずつ支払うのかということに関してご説明をいただきたいことが一つ。これでも参拝する役員にこれまでの分を引きをするというのは、まだ辞めてもいないのにおかしいことではないかというふうに私は思います。ということで、この辺のところをはっきりとご説明をいただきたいと思います。質問以上です。昨年の株主総会にも参加させていただいたものですが、その時は番号を、質問の、ある方の番号を全部お集めになって、その中からランダムに、質問者を特定なさっていたはずです。でも今回のような形ですと、先ほどから申し上げているような、社長さんがおっしゃったような企業、場所を、この会場を混乱させるような発言をする者は指名しないということができるわけですね。ということは非常に差別的な指名になるわけで、これは株主総会 の、 最も大事な目的としている株主の意見を聞いて、しっかりと会社の運営に反映させていく、経営に反映させていくという、そのスタンスから大幅に外れるものだと思います。今日私受付に9時半に来ました。そして、受付という、名札をつけた方が、内田さんこんにちはと言って、ちょっと奥の部屋に来てくださいと言うんですよね。で、私はこういう資料、総会の資料をちゃんと送っていただいて持ってきたわけですけれども、この中に身分証明書を提示しなければ入らせないということは一切書いてないんですよ。それにもかかわらず身分証明書を提示しなさいと。そして弁護士と称する男が出てきてですね、私の顔に対してこれぐらいの顔をくっつけてですね、多分法律をご存知の人だったらば、それが脅迫的なものの言い方であるというふうに
どこの世界でも判断されるということは分かるでしょうけどもね、そういうふうな方たちが受付とか警備とか弁護士と称する人たちというのがですね、受付で30分間私を拘束しました。そして最後にはですね、あ、確認が取れましたからどうぞと言いました。私は身分証明書をいつまで出したりしていないのにもかかわらずね、身分証明書を出せと30分間言い続けたにもかかわらず、もう確認されましたからどうぞというふうに言われている。こういう、まあ、教会の全体のあり方というのが一体どうなっているのか、人権侵害、まあ、ありがとうございます。そういうふうなね、30分を拘束するようなやり方というのは社長としてご存知で全面的にそれを指揮してやっていらしたのかどうか、社長の責任をお伺いしたいと思います。株主の皆さんの確認をさせていただいているわけでございますが、まあ、私どもその確認をより確かなものに、いたしますためにですね、身分証明書と提示させていただいて、株主様の確認を行させていただいているケースがありますので、ご理解賜りたいというふうに思います。選別の基準を示しなさい。あの質問に答えてないぞ。次のご質問ある方挙手願います。そういう答え方じゃ質問できないじゃないか。まともに今日は身分証明書何人に提示させたんだ。まず最初に先ほどの余韻事件について前田副社長はこのように言いました。省庁側から必要に求められたという言い方をしています。私も調べましたが、必要に求めた事実はあったとしても沖田機側にこのシステムを獲得するという会社のいわば今後の利益追求のための目的があり、それが両者が合致したからこういう事態になったのではないのか。もし一方的に説明のようなことであれば、なぜ社員をクビにしなきゃいけないんだ。恐喝事件じゃないか。これは町長側によるここの補足説明を願いたい。会社側のそのような利益の一致があったからこそこういう事件になったのではないか。この補足説明を願いたい。次に、今日も先ほどから無意味な拍手が続くが、ここに社員株主が何人いるのか報告願いたい。しかもこの社員株主は業務命令で来ているのか、有給休暇を取ってきているのか明らかにしていただきたい。どちらにせよこのように社員株主が多くいることは、この株主総会の議事進行に不公平性をもたらすのではないか、考えを聞きたい。次に、障害者雇用についてお尋ねしたい。昨年9月、厚生労働省は2000年度の都内に本社がある企業の障害者法定未達企業を公表した。沖電機はここに入っている。しかしこの間ずっとあなた方は沖電機は法定雇用率は達成しているに答えます。簡潔に嘘がついてるんではないのか。2000年度の私たちが調べたところでは未達人数は72名に上っている。皆さんもご存知かもしれませんけれども、今日本の法律では 1.8% の法定雇用率を超過した労働に5分を過ぎました。会社は罰金を払うことになっている。松野さん、すでに72名の罰金はこの年度だけでもおやめください。来なさい。4000をおやめください。特別総務省の制度をどのように処理しているのか質問を願いたい。ください。マイクをお返しいただきます。現実に松尾さん、現実に現在お約束の障害者の既に5分が過ぎております。私は喋ってんだ。障害者の現在未達人数は何人になるのかお答え願いたい。マイクをお返しいただきたいと思います。ご着席ください。なぜ時間で区切るんだ。株主の権利を妨害する。松野さん、席にお戻りください。席にお戻りください。もしこれ以上続けられますと
会場を狙うことになります。ここに沖電機が72名の会場を狙うことになります。満たす人数会社名を発表しています。松野さん、私はこれを議長に提出し、議長の指示お聞きいただけないようでございますので会場をいただきます。松野さん、会場を頂きます。すいません、会場を分かるようにと、松野さん、会場会場を願います。何をやってるの、株主の権利を妨害するな。お静かに願います。お前らの週刊誌、会場を願います。会場を分かりました。会場を分かりました。言えません。発表した人数があるんです。しかし嘘を発表を嘘をついてきたんです。2000年度の株主総会において未達人数はないというふうに発言したんです。こちらの撮影の方を見てください。ただいま、お座りください。株主の権利をなぜ暴力で排除されるのか。守らない企業が、株主の権利を守らないか、責任のある企業と言いますか。邪魔すんな。長年代償者に変わったことがあるんだ。何の権利があったら排除してるんだ。責任をお座りください。何の権利があって排除するんだ。株主の権利をなぜ排除するんだ。この行為は何だ。この行為はいいですか。これが人権感覚がある沖電機のやることか。こういうことをやることが人権感覚があるというのかい。お席にお座りください。何排除してるの。何、おい株主戻せ。何の権利があって排除してるんだ。社長はお席にお座りください。あなたにそういう権利がどこにあるんだ。株主を強制的に排除する権利が。お席にお座りください。戻しなさいよ。お席にお座りください。戻しなさい。何の権利で排除したんですか。お席にお座りください。議事進行にご協力ください。ただいま、あのね、株主を時間で担当するようなことをして、まともな質問を途中で暴力で遮るようなことをやめなさいよ。やめなさい。これ社会的にこういうことは認められるんですか。審議残念ながら、お約束守れないでご退場いただくことになりましたが、4点あったかと思います。あのこういうことをするのがね、はい、社会で通用する発言をおやめください。人の意見を途中で遮って、しかもね、室外に放り出すなんていうことはね、規則発言はおやめください。あなたね、どこにそんな経験があるんですか。おやめください。それは直接の方面とします。お着席ください。お着席ください。今ね、外に出したことはどういうことなんですか。株主をご着席ください。そういうことをなぜやるんですか。だからあなたたちは社会的に信用されないんですか。発言をやめください。ご着席お願いします。戻しなさいよ。ご着席ください。何度も申し上げております。株主に対する態度が、ね、本当になってませんよ。秩序を乱すことになりますので、社会常識はあなたに欠落してるんですよ。退場させろ。ご着席ください。戻しなさい。一般の株主さんたくさんおられる。一般の株主さんいないんですか。社員株主がどれくらいにいるんですか。ご着席ください。戻しなさい。もしこれ以上、また私も出しますか。議事進行の協力いただけないようでしたら退場いただくことになります。何の権利があってそんなこと言ってるんですか。あのね、株主がね、正当に生産をしてるのに、ね、これ以上暴力で退場いただきます。暴力で退場いただきます。暴力で退場いただきます。議事進行をさせていただきますために、議長の、話を聞いていただけない株主様、ご退場いただきたいと思います。株主の意見を聞かない議長なんていうのは議長資格ないですよ。
どうぞご退場ください。何の権利があって退場させるんですか。おー、議事品か、議事品か、触らないで、ご退場ください。触ったよ。あのね、今出した人戻しなさい。なんで手出してんの。はい、遅います。戻しなさい。ありがとうございます。ご退場、退場のお願いします。ご退場指示しておりますんで、また審議中断せざるを得ないと思います。だからこういうことをください。こういうことはあなたが座れないから、座れないですよ、退場ですから。ご退場お願いします。ご退場お願いします。ねえ、こういうことを続けてたらね、どうぞ円滑なね、やめなさい。ご退場お願いします。言えません、言えません。退場反対。退場反対。怪我してる。もちろん退場させろ。退場させろ。退場させろ。ダメ、触っちゃう。触っちゃダメだよ。足怪我してるのか。え、おい、ダメだよ。恐れ入ります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 。ダメだよ、怪我してんだって。恐れ入ります。撮影の方が入ります。会場警備の方、何するのか。ダメなさい。ダメなさい。って怪我したんだから。何をしてる、何をしてる、すみません。そういうの暴力って言うんだよ。こういうことを続けてるから、これは社会的に認められない。OK、ね、一切人権侵害をしない会社なんで、嘘でしょ。こちらの方がいただけますでしょうか。それ見えません。責任を下げください。申し訳ありません。ご協力お願いいたします。これほら、恐れ入ります。禁止行為やるのではないですか。禁止行為だって見たことがあって、どんな人か市長のビデオなコードじゃないから。お願いします。もうまず記念日の行動規範、このことに関しては非常に私は評価しております。特に人権問題で、教育を行って、人種や思想において差別がないようにする、職場の中での人権侵害をなくすというふうな提案がなされているわけで、このことは私がこの18年間この株主総会に出席して指摘し続けてきたことそのものですよね。で、規範をチェックする組織を作ろうというふうなことも書いてありますけれども、先ほどもその説明がありましたけれども、外部から半分入れて、そのことは先ほど退場させられた松野さんがこの株主総会で提案されていたことですよね。まさにそのことですよ。ただ残念ながら未だに沖縄県の職場の中にはこの規範に全く反する事実がありまして、指名からご葬儀を支援していた人、それから職場に戻った人、未だに他の人たちの賃金が半分ぐらいしかない。そして最近は仕事が大体与えられるようになったけれども、全く仕事がないという人は少数になったけれども、それでも係長にすら昇給した人がいない。先ほど江田さんが発言されましたけど、あの人は高卒でずっと定年まで一生懸命働かせて優秀な技術者ですよ。係長にもなってないですよ。そんな例が未だについてる。そのことについてどう思われるか。またアルカさんという人が今プロセス技術にいますけども、その人は未だに職場仕事が全くない、賃金も非常に低い状態が今2分ですけれども、とりあえずそういう状況がその規範とあまりにも違う。そのことについてどう答えられるのか、これは目的事項なんで答えてください。2分10秒、あと50秒質問できますね。とりあえずストップ。いや、ご質問は3分以内で一括でお願いいたします。やらなきゃいけないって言ったらね、一括して3分以内にお願いいたします。それおかしいですよ。それからじゃあね、ついでにやるともっと言うこといっぱいありますけれども、違法人事件については300万円ポケットマネーから出されたとはとても思えない。で、会社から出されたお金だというふうに思います。それはどこまで皆さんご存知だったのと、上の方にどこまで話が通っていたのと、社長はそのことを知っていたか知らなかったか、社長が知らなかったとすれば誰が知っていたのか、そしてこのことによる損害をどう評価されているのか、いくらいくらだと評価されるのか、その答えですね。もうすでに入札停止もらっているし、営業停止もらっている。この事件に関する損害がどう算定されているのか答えていただきたい。以上。ご協力いただいてありがとうございました。3分間でご質問ございました。最初に行動規範について、ご質問がございましたが、この件につきましては、残念ながら個別に、ご回答を
すべき内容ではないと、特に低賃金、仕事がないという話につきましてはですね、誤解とすべき内容ではないというふうに考えております。なんで、コンプライアンスはどうなったの。それから、もう一つ湯布院につきまして、先ほど前田の方からお答えしましたが、若干、補足させていただきたいと思います。本件は地方庁サイドからですね、地方庁サイドは実はよそから金をたくさん借りておりまして返済を迫られてたという判決文に書いてあるとおり言っています。それで必要に要求してきたためにですね、今回解雇いたしました人間が家族から金を借りて送金してしまったという事実でございまして、家族から借りればいいというものではございません。従業員としてきちんと守らなくちゃいけない法令というものがございますので、従いまして解雇をいたした下記の関係をおやめください。本件はその金を送った人間がその事実を全部飲み込んでやっておりました。以上、答え申し上げました。ご着席ください。ちょっと黙ってくれ。ダメダメ、ご着席ください。ダメダメ、答えなくていいんだぞ、質問すんな。答えなくていい、質問なら質問しなくていい。ご着席ください。質問に答えなさい。答えなくていいから議員進行。質問に答えなくていいってだけですよ。規則発言おやめください。これ以上、これ以上目的事項について質問して会場でことになります。目的事項について質問して、議長、議事進行。答えない方が不当である。答えない方が不当である。お願いします。納得できない。どうぞ座ってください。ご退場ください。損害額はいくらだったか。ダメだダメだ。ちょっと待て待て、また検査させる。会場係の方、ご退場。12時1分審議を中断させていただきたいと思います。田中株主、田中株主、ご退場ください。はい、じゃあすいません、準備が大丈夫です。審議を中断しておるんでございます。審議を中断しておるんです。審議です。審議の中断でございます。どうぞ、田中株主、ご退場ください。じゃあ椅子ごとおやめください。審議を中断しておりますが、禁止行為はおやめください。撮影禁止されておりますので、禁止行為をやめください。撮影禁止されております。撮影行為をいただきますか。田中株主、ご退場ください。ご退場ください。ご退場ください。怪我のないように。痛い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 。触っておりません。周りの株主さん、ご協力いただいてご退場ください。以上ばかり、ご退場でお待ちください。やめろ、はい、力入れてます。暴力やめろ、痛い痛い。暴力ではありません。やめろって言ったんですよ。肩を痛い痛い、やめろ。ご着席ください。暴力は加えてません。暴力は加えてません。じゃあ手を離せ、手を離せ、痛い。今回自主的に退場していただきまして。ダメだ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 。そんなやり方ないでしょ。ダメだ、痛い痛い。もっと排除して。ダメだダメだ、嫌だ。はい、手を離せてください。ダメだ、離せて。ゆっくり。
ゆっくり、ゆっくり落とさない。ダメだこれ。何やってんだ。そんなことはやめろ。ダメだ。両脇から。やめろ。手を差し込んで。あなたたちの。ダメだ。ご協力お願いします。ご協力お願いします。ダメだ。お願いします。ご協力お願いします。暴力はやめろ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 。あいやちょっと立った。こんなこと。こんなこと。こんなこと。やめてくれ。やめてくれ。議場を戻してください。98番岡部さん、はい、ただいま98番岡部株主様から審議打ち切りの動議が提出されましたので、採決させていただきたいと思います。審議打ち切りに賛成の方挙手願います。よし、ありがとうございます。議場内におけます出席議決権の過半数のご賛同をいただきましたので、審議を打ち切り議案の採決に移らせていただきたいと思います。